きっと壮大なストーリーじゃなくたって君だけがヒロイン。ダメだっていいから残しておきたい。ビームレーまた
しても灰にならないミステリー街に出たとて窮屈はああ隙間取ってくるみたいで走って逃げて逃げたスニーカー私は裸足のシンデレラ Oh レイジボンは終わって魔法が溶けたみたい笑い声とネオンライトぶつかるとうるさいな誰が泣いても気づかないでしょ oh, 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 oh. 真夜中のヴィーナスからだが踊り出すような刺激が欲しいわまるでメリゴランブルブルブル私にも誰にでもあるだから気の向くまま踊れる夜もあって当然でしょう恥を捨ててリズムに乗って Clap your hands ここじゃ何しても許されるからお好きなように Oh 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 真夜中のビーナス心が弾けちゃうような刺激が欲しいわまるでメリゴラキラキラするほど綺麗になりたいの、yeah、真夜中飛び出す私と朝が来る前にたまにはシャルウィダンス今夜だけなら目を合わせてドキドキさせてみて
改めまして、日本武道館にお集まりの皆さん、こんばんは。鈴木愛理です。本日は鈴木愛理ライブ2021-2627、お集まりいただきどうもありがとうございます。なんか少しだってなんか少し新鮮ですね。少しだっていつも通りや。今日は
数日前からね、お天気が雨ということも発覚しまして、普通に過ごしていたら雨というものはすごく嫌ですけども、私がね、キュート時代から、私のことを知っている方は、キュートはですね、武道館とか大きなところでライブをするときに雨が降ると成功するっていう、よくわからない説がずっとありまして、それが今日も引き継いでやってるのかなと思うと、雨雲というかお天気の方もみんな泣いて喜んでるというかね、愛理ちゃん頑張れよっていう感じでやってもらえたのかなと思います。そして、単独ライブも私は、約2年ぶりになるんですかね。なのでこうやって皆さんと久しぶりに同じ空間で単独ライブができることをきっともう地球全体が喜んでるって思ったら、この雨すら愛おしく感じる、そういう感じでした。とはいえ皆さん足元の悪い中本当にありがとうございます。本日のライブ2627というタイトルがついていますが、今私27歳なんですけども、ちょうどね世の中が、ちょっとこういつもと違う感じになってしまった昨年、そして今年、この2年間単独ライブができずにいたこの2年間、26歳27歳の鈴木愛理のことをたっぷりと、今日は詰め込んだそんな内容になっています。皆さんと会えない間も着々と鈴木愛理こんなこともあんなこともやっていたよ、それをやっと今日ここでみんなで一個に、音楽で一個になれるねっていう、そういう素敵な時間になるといいなと思ってますので、最後まで1秒たりとも見逃さず聞き逃さず、ね、座っている状態ではあると思いますが、いろんな状況でね、いろんな状態で参加してもらえたらいいなと思っております。最後まで楽しんでいてください。よろしくお願いします。じゃあ早速次のブロックに行こうと思うんですけども、そんな26歳27歳の鈴木愛理、2年間の中でいろんな方々とコラボした楽曲を出しました。もともと私はそのデビューした一番最初の年から、1枚目のアルバムにいろんな方に楽曲提供してもらったりとかいろいろあったんですけど、このライブができなかった2年間の間もいろんな方々と曲を作ったり曲を提供してもらったり、そんな風にやってきたわけですが、そんな曲たちをね、次のブロックにはコラボしたものたちを、歌っていこうと思うんですが、まずそんなブロックの一番最初に歌うコラボした曲は、アイリマニアの皆さんと一緒に作った曲です。おうち時間が長かった時にインスタライブで皆さんの最近の恋愛とかのね悩みとか体験談を聞いて、山崎葵ちゃんと一緒に作った楽曲からお届けしていこうと思います。それでは楽しんで聴いてください。距離も離れていきそうで、絶えない話
バイ
かっていたんだ。出会ったあの日から君のことが好きだ。分かっているんだ。全部バレてしまうのは嘘が下手だから。分かってきたんだ。君の気持ちにも鈍感な方だけど、分かってしまうよ。私と同じように嘘が下手だから。離れ離れだった二人の駆け星、いつのことの帰り道で何と交わったのに。手が触れた瞬間、君は私を拒んだ。何かに怯えた顔で時計の針が狂って回り出した。この夜に蒸し暑い夏の日で、分かっていたんだ。好きになった日からあなたを失うこと、分かっているんだ。歯車は少しずつ噛み合わなくなった。分かってきたんだ。雨雲のようにうつろう心模様、分かってしまうよ。私と同じように嘘が下手だから。手と手結び合った二人の掛け星、夏の午後の帰り道でゆっくり離れてく。ほどかれた瞬間、私は無邪気に笑った。壊れた人形みたいに失うならばもういっそ二人の時間を今日で終わりにしようか。記憶だけ遥か遠くへ連れ去ってゆく。神様はきっとそうきっと私を拒んだ。許されることなどない季節は巡る。蒸し暑い夏が来る。手が触れた瞬間、一秒全てが分かった。知りたくなんてないのに、記憶の糸が固く絡みついてほどけない。もうほどけそうになり震えた声で君はさよならを言った。降りて煙の影越し、時
What is the truth? くだらない美学に埋もれて、こんな自分を変えたくて、ずっと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 待ってた。強くなりたい、もっと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 強く。I gotta know ないだって、 I gotta know その先へ、浴びはない言い聞かせ、動き出した後の果てに、誰よりも誰よりも私らしく輝ける場所がある。 Wanna be stronger。思いを全てぶつけて立ちはだかる、壁壊して It's only one、 きっと見つけるから。ずっと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 待ってた。強くなれたらもっと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 強く。 I gotta know 悔しくてそれでも立ち上がって、浴びはないもっと前へ、だから Yes or No Willow の君の、たとえ違う未来でも後悔しないわ。羽ばたける場所がある。 Wanna be stronger。 今日よりも明日よりも信じてみて、自分自身お届けしております鈴木愛理玲ライブ2021-2627。 皆さん楽しんでいただけましたでしょうか。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、もう一回やりたい。楽しんでいただけてますでしょうか。なんで喋ると噛むかね。なんで歌の中だと噛まないのにさ、喋ると噛むんでしょうね。私結構滑舌は良くなった方ですよ、この2年間で多分。でもここで噛んだらこんなことも言えないよね。
本当罰じゃないのよ、罰じゃないの、丸だから、二重丸、花丸だ、全くもうですけども、前回のね日本武道館公演の時に来てくださった方は分かると思うんですけど、前回の日本武道館公演の時ね、外の看板がここの日本武道館って、まあ、日本武道館だからさ、こうローマ字に直すとさ、武道館の武って B から始まるじゃん、 B ね、 B ね、でもそれがね、ローマ字の ABCD になっててね、ここが日本武道館っていう会場に変わっちゃったっていう朝があったんですよね。だから今回は絶対に看板間違えないようにしましょうねって言って、めっちゃ確認したの、めちゃくちゃ確認して、わざわざ武道館の B を緑色に色変える、そこまで確認したの。だからね、なんかやっぱりもう今回マジでバッチリみたいな、何も間違えてないから、朝起きてツイッターが変なにぎわい方をしてることなんて絶対にないだろう、そう思って今日朝起きました。そしたら開演時間と会場時間30分前倒しになってた。すごい気持ちが先走っている、びっくりしちゃいましたね。本当はね17時半会場、18時半開演なんだけど、17時会場、18時開演ってなって、すごいオープニングアクトに優しい看板みたいな感じになっちゃってね、本当にねまあなんかあんだなみたいな感じはあって、逆に今日もリラックスしてお届けしておりますが、皆さんそれで間違えてきちゃった人とかいないよね、大丈夫だよね、大丈夫って言ってほしいなと思ってますね、本当に。でもなんか皆さんめちゃくちゃ久しぶりで、私なかなか単独ライブはいつもべらぼうに喋るんですけど、この2年間でこう一人で何喋ってたっけなってすごい思うぐらい期間が空いて、だからすごいあって言いながらすごい喋ってるじゃねえかお前っていう感じなんですけども、皆さん元気にしてましたか？元気でした？結構ここまでお届けしている中でもお届けしている中でも新曲が多いなという印象を受ける方も多いかと思います。最初の方にお届けしていた曲たちもそうですけど、この2年間の間で配信リリースという形だったり、ミュージックビデオっていう形だったりで結構お届けしていた曲はあったんですけど、ライブでね、単独ライブでやるっていうのがなかなかない曲が多かったので、それが割と単独では初披露みたいな感じでね、このアイリバンドでやるのは初めてみたいな、そういう曲もあったんですけども、皆さんついてきてこれてますでしょうか、楽しんでもらえてますでしょうか、大丈夫かな。ならいいや。昨日さ、すごいなんか縁起の良さそうなとんかつ食べたんだ、験担ぎに。だから今日はすごいいいことが起きるなって思ってやってるよ。さあ関係ない。さあ次の曲に行こうと思うんですけども、そんな次の曲もですね、新曲です。これはまだ配信もしていない新曲で、すごいたくさん曲を作っていたのでなかなか歌うタイミングもなく今になったんですけど、やっぱりこの2年間の中で特に2020年、去年はこう誰もが想像しないことが世の中に起きて、まあ、私も本当は行う予定だった横浜アリーナ公演が中止になったりとかっていうことから始まった2年間ではあったので、結構皆さんの中にもきっとここに苦しいこととか悲しいこととか諦めなきゃいけなかったこととかいろいろあったと思うんですよ。でそれを経てこう自分を見つめ直す機会ってすごく多かったと思います。でちょうどそういう時期にいただいた曲になります。ぜひ皆さんの、皆さん自身の心に何か響くものがあればいいなと思います。吉澤佳代子さんに楽曲提供していただいた曲になります。歌います。笑顔。鏡に映るのは本当に私なの、希望だとか絶望だとか持ってた気もするけど、満員電車に乗って毎日が過ぎてゆく薄い未練を待って
別の人の彼女になったよ。今度はあなたみたいに一緒にフェスで大はしゃぎとかはしないタイプだけど、余裕があって大人で本当に優しくしてくれるの。別の人の彼女になったよ。私より泣いてることなんてないし、どんなことにも詳しくて本当に尊敬できる人。
キスや態度だけで終わらせたりせずに、ちゃんと好きだという言葉でくれるの。怒鳴り合いは愚か、口喧嘩もなくて、むしろ怒るとこがどこにもない。Thank you.
今からやってきます。花屋さんでの撮影が終わりました。Bye.
Shine up.
夜なら甘い街私遅れた人泣きぐせ笑いやい理屈のない喜び曖昧未完成の過ち悟ったけどそれは恋の季節きらめきは戻らない締めるを取り抜かるは飛び越えてきた人生の望みがなくなって愛だけどこうかのそれぞれの幸せ繰り返しても倒れない二人で立っていようね汗かでいてねそのままでいてね消えない幻
オッケー、皆さん盛り上がってますか？どうですか？いよいよ後半戦に突入しまして、私も衣装チェンジをしましたが、こんな感じでどん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 盛り上がっていこうと思うわけですけども、今日はね、皆さんからのこうリアクションが受けれるのが、基本拍手ということなので、拍手の方で皆さんの今の盛り上がりをチェックしていこうと思います。明日の手のひらのことは一度考えずに、私の、コール&レスポンスに参加してください。拍手のね。それではいきますよ。皆さん盛り上がってますか？ドラムに負けてるよ。もっともっと盛り上がれますか？いや、まだもうちょっと欲しいな。もっとちょうだい。すごい。OK、 じゃあその調子でラストスパート。まずはこの曲、君へ響けこのメロディー、ずっとここで歌ってたろう。盛り上がっていくよ。運命を信じてるとか必然はないとか、そんな論理はもう飽きたの。めくりめくる人生、読めないシナリオにドキドキ折れそうになるけど、 I know その先のラストでは君と笑い合ってたい。君へ響けこのメロディー、いつも背中しているよ。それが導かれたアイデンティティ、誰と比べるのでもなく、私なりの絶対値でオリジナルの愛を君に伝えられたい。とか数字を足すとか、ある程度は理解するけど、辞退しないで移ろう価値観にすがって、大事なものなくしたくないよ。 I feel 理屈よりも鳩に君を道に。
ここからもっともっと盛り上がっていくよ。 Baby open the candy box 中身は見えないよ。 Baby open the candy box 舐めてみなくちゃね。 Try it 私たちの心配しないで。女の子たちの人生は甘くてほろ苦な蜜の味。誰の手入れでもないんだけど、女の子たちは生きてゆく。今日に恋したようにと決めて、何度だってさチャレンジしていいよ。 OK、 みんなここからはウェーブをしていこうと思います。こっちからやるので、これ皆さん協力してやっていきましょう。スタート。ウェーブ、いや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 、おー意外と速いじゃない。もっと大きめに、手大きめに大きめに大きめに、うわーうわー、いやいやこれゴーゴー、上の人ほど流されないで。いやいやいや、あーちょっとずれになるけど、うわー、いやいや上がまだだよ、上がまだだよ、頑張って。新鮮でした、皆さんお疲れ様でした。女の子たちの人生は甘くてほろ苦な蜜の味。誰のせいでもないんだけど、女の子たちは生きていく。共に恋したのにときめいて、何度だってさ。女の子たちの人生は甘くてふわふわな涙の味。不器用ありえないけど、女の子たちは生きていく。共にキスしたのに微笑んで、何度だってさチャレンジしてみよう。あっGod
流れ出す
あっという間にラストの曲になります。鈴木愛理のこの2年間この曲なしでは語れないわね。みんな一緒に頑張ってね。いくよ。歪ねて壊れるなら
やめて覚悟してね始まりたいのよ You be my boy 盛り上がっていこうドレスの香りつけて近づいたって伝わらない少し伸びた前髪に隠した想いやフィクションコンピューターでもわからない複雑だ君のチャーまさにこれが恋と確信中傷つけないように巡らせたのなら一つ一つ解除してラグみたいな感情を楽しんじゃおう踏んでね大胆なるからハイビーた気分遠慮はやめた覚悟してねどんなに好きでいいのかなぜな始まりたいなら I love you パパの二文字サメのリスに色づく世界うまばそ臆病な私より Like も早ストライク完璧なんてずるくない見晴れたその瞬間に視線が自由のフィクションおやおやなんか手応えがここから先へ続くフェーズ勇気は出してみても開かない She never SNS の方にちょろっと出したハイビート気分という楽曲今ここでフルバージョン初披露しましたどうですかハイビート気分になるでしょ帰りはハイボール気分になるでしょう私はこの曲のこのねタイトルを見た時からそれしか頭に浮かびませんがね、きっと皆さんの中でもこの曲も楽しい楽曲に育っていくといいなと思ってますのでたくさん愛してあげてくださいよろしくお願いしますさあ、お届けしてきました鈴木愛理ライブ2021-2627、あっという間にアンコールになってしまいましたね本当に、ここに来るまでもあっという間で
でも2年間、過ごしている間は少し長いなとか、早く単独ライブやりたいなとか、そういう気持ちもある中で、あっという間に、今日になりました。まず一つね、嬉しいお知らせからしたいなと思うんですけども、今日こんなに新曲をたくさんやって、しかもライブで初披露の曲何曲あった？ってちょっと後で皆さん各自で数えてくださいね自分の記憶を頼りにね。だし、あと配信でこの2年間、出してきた楽曲もいくつあったかなっていうぐらいたくさんあったと思うんですけども、ついに鈴木愛理アルバムのリリースが決定しました。よかった。いやー、本当にありがとうございます。やっぱりなんかこういろんな、ね、活動をしますけど、結局 この2年間もモデルさんの活動、女優さんの活動、みんないろいろしてきたんですけど、音楽の活動が一番作品に残すことができていなかったので、結局帰るところはここだって自分でも思っているからこそ、本当にこういう風に、ね、形に残せるのはすごくありがたいことだなと思っております。なので皆さん、発売日時とかはまたこの後しばらくしてから追って連絡がちょこちょこ出てきますので、じらすねーみたいな感じでみんな一回こっちに倒れちゃった今ねそんな感じなので、引き続き、見逃さずに情報を待っててもらいたいなと思います。で、そうですね、改めて、この2年間、まあ、2年間というか、鈴木愛理は、2017年に急騰解散して、そこから、まあ、ちょっとね準備期間とかもあって、2018年の、6月にソロデビューしたわけなんですけども、そこから今2021年ですから3年しか経ってないんですよね。実質3周年この前迎えたばっかりかな。3周年迎えて今4年目やってる感じなんですけども、その中の約2年間がおうち時間だったっていうのは、すごくなかなかね、なんだろうな、皆さんに会える時間少なかったのかなとも思いつつ、でも私にとってはこの2年間って本当に、なんだろう、もちろんね、やりたかったことができなかったりとか、諦めなきゃいけなかったことがあったりとか、苦しい思いしたりとか、なんかみんなお待たせしちゃったりとか、いろいろあったけど、でもその他にもたくさんの出会いがあったりとか、たくさんの勉強する機会があったりとかして、本当にソロデビューしてばっかの時にこの日本武道館に立った時の私と、今こうやって、日付が経ってまたこの日本武道館に立っている私とでは、まあ自分の心の中ですけど、少し立っている時の感情が違います。あの時は、やっぱりそうだな、ソロになった時ってすごく自分の中では一番、今だから言えますけど、あんまりこう自信がない、そういう時期で、私本当はね、こうステージに立つ人間だから自信がないんですよねっていう言葉って一番本当は好きじゃなくて、こうやって見に来てくれたり応援してくれてる皆さんにすごく失礼だなっていつも思うんですけど、でもそんな私ですら、やっぱりこうね、グループにいる時に、愛理ちゃんの歌はいつも安定だよねって言われる、その安定という言葉にすごい恐れがあって、あ、個性ないんだなっていうふうに思っていたのが正直ソロデビューの始まりで、でそれがあったので、デビューの時は、ね、この初めての武道館の時もいろんな衣装を着せてもらって、いろんな楽曲を歌って、私だっていろんな引き出しができるようになりたいんだっていうのをこうね、こう形ですごく見えるようにいろいろチャレンジさせてもらって、それで2年3年過ぎていったんですけど、その中で、まあ、いろんな活動を経て、やっぱり鈴木愛理って歌うことが好きだし、心では分かっていたけど、アイドル活動をしていたハロープロジェクトの時代で上げてきたギアを、どこかそこのギアに頼らずに他のギアで頑張りたいってやっぱりやってしまっていた自分がいたんだなっていうことに、この2年間自分としっかりと向き合った時にやっぱり気づいて、で、まあ、どこかでね、テレビでもお話ししましたけど、鈴木雅之さんとダディダディドゥ、先ほど歌った曲歌わせてもらった時に、そのギアのことなんて考えてられないじゃん、もうみたいな感じで、上げなきゃ歌いますってドーンって上げたのが
やっぱり自分がその時一番大きく持ってた、15年間頑張って培ってきた一番こう鈴木愛理ですって自信を持ってやれるギアを上げたんですよ。それがすごい無意識の行動だったんですけど、でその時になんかソロになって初めて、あ、やっぱ私って私だっていいんだってちゃんと思えた。やっぱり歌いたいってもちろんずっと思ってたけど、その時初めてとか改めてちゃんと自分自身にも納得がいくようにあのギアを上げることができて、でそこかな、やっぱり今でも歌うことが好きだし、私はなんだろうな、いろいろ自分がねソロになるとやりたいこととか、提案したりとかももちろんたくさんしなくちゃいけないけど、私は皆さんが喜んでくれる顔を見れることが私のやりたいことなんだなっていうことにも改めてちゃんと気づきました。やっぱり自分がこれやりたい、あれやりたいっていうことがたくさん出てくるようになるまでもすごく時間がかかって苦労したけど、そういうのをいっぱい出し切った結果、この2年間で、みんなおうち時間で全員が同じ気持ちで苦しかった時に、あ、私何したいのかな、私の存在する意味って何かなって考えた時に、やっぱり私の周りに私に関わってくれる人たちが、私がこうやってステージに立つことで笑顔になってくれること、すごい明日も頑張ろうって少しでも思ってくれること、それができる活動、歌を歌うことが私がやりたいことだなって、そういうふうに改めて気づけた2年間でした。だから心の中がすごく違います。それは、ここに来てくれてるファンの皆さんももちろんですし、こうやって一緒に音楽やってくれるバンドのみんなもそうですし、スタッフさんもそうですけど、私はね、あのソロデビューしてしばらく経ってすぐぐらいの時、初年度の年末の時にツアーの打ち上げで愛理チームのみんなが集まって、鈴木愛理もう一度僕らに夢見させてくれよってスタッフさんが言ったの忘れてません。でそれはずっとファンの皆さんも同じタイミングで言ってくれてて、だから私は何があっても音楽があってみんなとこうやって集まれる場所があればきっとみんな幸せにできるし幸せになれるし、私はきっと本当にあのボンドのね昔のロッタラロッタラっていう歌詞にもありましたけど、あの私は幸せになるために生まれて、そして誰かを幸せにするために生きていくんだって、そういう気持ちに改めてしっかり気づけました。なので、ここに来てくれた皆さん、毎日毎日ねまだ頑張んなきゃいけないこととか、現実に戻りたくないなって思うこととかあるかもしれません。でもみんながあのなんだろう、こういうふうに足を運んでくださったからこそこの空間ができたので、今日は最後の最後までしっかり皆さんに明日以降も頑張って、今日よりも明日が少しでもいい日になるように、みんなが楽しい日を送れてるありがとうって思えるようにパワーを最後までしっかりと送るので、全部受け取って帰ってください。そんな中で、実はもう一曲新曲があって、あのなんか楽曲ってどういう時にどういう場面で歌うのかってすごく変わってくるんだなっていうのもこの2年間で結構思ったんですよ。例えば恋愛の曲を、みんなが辛い時に一緒にこう歌ったら全然違う励ましの曲に聞こえたりとか、明日の自分の背中を押してくれる励ましの曲に変わったりとか、いろいろあるかと思うんですけど、今日は、次の新曲、鈴木愛理にとっては初めて、なんだろうな、この流れでこの発言するのはあれかもだけど、あの失恋曲じゃないバラード曲です。本当にずっとあの悲しい曲が多かったと思うんですけど、今日はねそのバラード曲、今ここに立っていて、こういう気持ちで本当に、皆さんに会えてよかったなって、私本当に一人じゃ生きていけないんだなって改めて思えたこの2年間を通してきた私だから歌える気持ちで、次の新曲を歌いたいと思っております。今日は私の大事な人、皆さんのために次の曲を歌うので、しっかりと受け取って帰ってください。次の新曲は、別の人の彼女になったよも、手掛けているワッチさんが書いてくれた曲です。それではいきたいと思います。光、thank you.
扉の前深呼吸と力のこもるあなたの腕がおかしくて愛おしくてまた一つあなたを好きになる昔の傷跡さえ愛しく思えるのは全てがこの出会いに通じてると知れたから ありがとうこの世界の中から私を見つけ出してくれI'm not afraid to die.
次が本当に本当にラストの曲になります。今日は皆さん本当にお越しいただきどうもありがとうございました。まだまだこれからも私は皆さんが、ああ生きててよかったなって思える毎日を送れるように、しっかりと笑顔で楽しく私らしく、また皆さんにこうやって会える日を夢見て明日からも頑張っていきます。皆さんも何か辛いことがあったら今日という日をまた思い出して、くよくよしてたら愛理ちゃんに怒られるなーなんて思い出しながら、明日からも笑顔でいっぱいな毎日を過ごしてください。そんな気持ちを込めてラストはこの曲を選びました。皆さん一緒に最後まで楽しんでいきましょう。 Easy to Smile。You
やります心を一つに、みんなチーム愛理でしょ、ちゃんとやりますよ、せーの。